はいどうも皆さんこんにちは、ゴードンと申します。本日もですねポケモンの実況やっていきたいと思うんですけれども、これまでですねイーブイの進化系を使ってインターネット対戦やってるんですけれども、本日はこのポケモンを使いたいと思います。こちらでございます。ブラッキー、ニックネームクロちゃん。いやーこのブラッキーなんですけど、イーブイの進化系の中では1、2を争うぐらい僕の好きなポケモンなんですよね。まあそれを置いといて、ちょっとこのポケモンの紹介をしたいと思います。ブラッキーは防御力と特防がすごく高いので、相手の技を受けて切り返しで倒していくみたいな戦い方をしたいと思います。でこの特性、精神力、鍛えられた精神によって相手の攻撃にひるまない。ひるみといったらやっぱりトリキスとかが多いんで、絶対ひるまないんで毎回行動できるっていうのは大きいかなって思っております。技構成いきたいと思います。イカ様、願い事、あくび、守る。基本的に相手の攻撃を受けてあくびを当てて流していくみたいなスタイルになると思います。相手が攻撃型だったらイカ様で攻めてって、まあ、守るを駆使してターンを稼いだり願い事で回復したりっていう、ちょっと害悪的なブラッキーになってます。なのでちょっと長期戦になるかもしれないですけど、このポケモン使ってデート潜っていきたいと思いますよ。はい、お相手見つかりました。ヤンパパさん、対戦お願いします。なんかポケモンの育成ばっかしててレート潜れずにいたら結構下がってたんですけど、サザンドラ、エースバーン、トラパルト、ストリンダー、ルチャブル、アーマーが頭冴えてますね今日は。まあ基本的に何に対してもなんですけど、もうこのリベロのエースバーンが多すぎてちょっとやばいんですけど、あとはルチャブルかな。アーマーがはまあなんかこっちも受けポケモンドヒドイでもちょっと今回作って持ってきたんでなんとかなりそうなんですけど、とりあえず本当にエースバーンなんだよな、やばいのが。まあエースバーン対面だったら、まあドラバーとかミミッキュ、ゴーストタイプに引くっていうのはありっちゃありな気がするんですよね、対面的に。初手でカビゴンかな、初手カビゴンから入ってブラッキー、ドラパルトでいきます。これは裏にこれ置いときます。はい、お願いします。はい、ストリンダーんだよね。ストリンダーから入ってくるのであれば、まあこっちラムの身持ちなんで悪くないんですけど、色違いストリンダーかっこいいな、めちゃくちゃかっこいいな、色違いストリンダー。どうしよっかな。まあ、シンプルに殴ってっても、まあ、悪くないんですよね、ここ。何してくるかなんだよな、相手が。普通に音技とか打ってくんのかな、わからないんで、とりあえずリディラヤットで殴ってみます。シンプルに、ここは。あ、引っ込める。引いてくるなら、まあ、悪くないか。ルチャブルが出てくる。なるほどね。ルチャブルかー。ルチャブルか。ちょっとまずいか、これは。ルチャブルも色違いだ。すげえ。ディディラリオと打ったんですけど、これ引くにも引けないんですよね、正直に言うと。ルチャブル、なぁ、なんかね、ドラパに引くのはありか。でもドラパバックとか、こっち格闘めっちゃ見えてたんで、バレそうっちゃバレそうなんですよね。飛び膝蹴りここで打つのかどうかってとこなんですけど、ストリンダー、ルチャブルか。なんかなぁ、まあここ突っ張って自爆で、とかでもいいんだけど、いやさすがにこれさ飛び膝蹴り打つかな、相手打てなくない。ゴーストタイプミミッキュとドラパルト持ってたんだよこっち。いや打ったらすごい、居座ることを考えられてんのかな。それかまあドラパバックなんですよこっち的には。ドラパバックしちゃっていいかな。いや格闘技読みでドラパバックなんだよな本当であれば。まあバックしますこれは。ブレバとかかな、もしかしたら。まあでも助け持ってるんで、いやーこれ違うかな。飛び膝蹴りがいいんだけどな、本当は。あ、インファ、オッケーオッケー。格闘、あ、そうですか。インファならいいや。格闘透かしていく。これはでかいですね。裏がストリンダーだったから、まあ、ドラゴンアローの通り悪くないんで、まあ、こっちタスキ持ってるし、多分ルチャブルは突破できる気がする。もしかしたらダイマックスかな。あ、引っ込める。オッケーオッケー。だったら裏に刺さるんで、オッケー、ストリンダーにドラゴンアロー刺さるから、まあいいでしょう、これは。ドラパに対してストリンダーを出してくる。ってことは、ルチャブルもしかしたらそんなに打点ないんですかね。ルチャブル突破することを考えても、なんかね、ドラパで行きたいんだよな。この裏2体から考えたら。カビゴンと、ブラッキーなんで、まあ、ドラパルトで圧かけて、っていう、ルチャブル頑張って倒すっていうプランにしていきたいんですけど、まあ、とりあえずストリンダー突破、オッケーオッケー。やっぱりドラパルト強いっすね。素早さランク3位。今のガラルで。3位って相当高いよな。ルチャブル、なんか、基本的に素早さ高い。あ、エースバーン来る。エースバーンか。エースバーンが来るんだったらワンチャンブラッキーバックはありなんですけど、ここ。ドラパはね、切っちゃダメなんですよ、これ絶対に。だから、もしかしたらなんか不意打ちとかをしてきそうなんで、まあここブラッキーに変えます。
多分不意打ち、不意打ち読みでバックしたんだけど違うかな。まあそれかダイマックス、まあダイマックスだとしたらまあブラッキーでなんとか、あやっぱりそうだよね、不意打ち、オッケーオッケーだったらいい。ってことはここ不意打ち打てない代わりに多分格闘技打ってくるんだよな。一旦守りますか、ワンチャンダイマックスはある。でダイジェット積んでくる的な動きもねありそうなんで、やっぱりそうだよね、だよねだよね、うーんそうなんだよな。ダイジェット積まれちゃうとドラパルト抜かれるんですよね。まあそこがちょっと嫌なところではあるんですけど、エースはマジでストライカーだな今の登場、シュート決めた時やん。まあまあとりあえず守りました、ここは。オッケーオッケー、守るが通っていく。一旦目守れたならまあだいぶオッケー。ダイジェット、そうこれがね本当に強いんだよな。まあ悪くないでしょこれは。あくび打ちますか次。オッケー、しっかり受けていく。いやブラッキー硬いなやっぱり。ここで守る、これで急所、いや美味しい。あの守るのタイミングで急所を当ててくれたなら次急所ほぼ当たらないんで確率的に。いやこれはいいぞ、ナイスブラッキー。しっかり守って食べ残しで回復していく。ここはあくび落ちます。あくび打って相手が素早さ1段階上げてきてるんでちょっと流す動きをしたいんで、ここはいやさすがにさ回復味じゃないでしょ、なんかラム飲み持ちとかじゃないと思うんで。オッケー、ここで大盤打つならいいんだよ。あの格闘技が対あの効果抜群なんで、こっちがしんどいんで受けるのが。で次のターンは守るでいけるんで、オッケーオッケーオッケー、これはいいでしょ。いやさすがにラム飲みとか持ってないでしょ。ラム飲み持ってたらちょっと嫌なんだよなこれ、せっかくのあくびも。いやー持ってないでしょ、流したいんだよこのエースバーンを流して。まあドラパマジで、なんかルチャブルがいるから。オッケー引っ込める、オッケー、ナイスナイスナイス。いや ダイマックス使わせたのはでかい、ルチャブルバックか。インファなんだよな、これが。もうちょっと回復したいんですよね、個人的には。ぐる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 流していきたいんで、ブラッキーをね、もうちょっと回復させたいんですけど、ここもう一旦次守る使うか。それありだな。それでいきますか。ちょっともうちょい回復してインファ受けつつ、イカサマで切り返したいんだけど、それも微妙だな。ちょっと待てよ、ドラパ、ルチャブルはドラパで見なきゃいけないんですよね、これ。まあ最悪それかカビゴン着地させて自爆だったら両方に通るからそれで悪くないんですけど、もう一旦ちょっと守ります。ここはブラッキー一回守って、いやこれ悪くないよ多分。エースバーンってやっぱりあくびとかに弱いと思ってて、個人的にはそのリベロエースバーンだとしてもやっぱりダイジェットで積んできてっていう動きをすると思うから、これはこっちダイマックスしてないし全然オッケー通る、悪くないと思う。インファかな、あブレバか、ブレバそうだよね。ちょっとドラパバックを警戒しての多分ブレバだと思うんで、ここ次はまあタクではあるんですけど、こっちはブレバだったとしても受けれるんで、とりあえずイカ様を、あ願い事打つか、イカ様打つか、願い事打ってってもいいな。どうしようかな、願い事打ちます。とりあえず願い事打って次のターンでもいけるんで、オッケーブレバ、よしよし、ここはもう僕はドラパルトには下げません。オッケー、しっかり受けていく。これで相手が削られているっていうのがでかくて、まあ、とりあえず願い事で回復、でかくて願い事で回復をね、まあこれターン、あの1ターン後になっちゃうんですけど2ターン後かな、まあこれはいいです、これはこれで。でここでまあ変えてくるのであればここなんですけど、おっとバッテリーが少なくなってる、守りたいんで、あーそっか守るが通らない、まあいいでしょうこれは、次のターンも守れるんで。なるほどね、ちょっと今リモコン変えてます。すみません、ガタガタ言ってて。どうしようかな、どっかでガツンと行かなきゃいけないんだよな、これ。どうしよう。あれこれリモコン入らないの、ちょっと待って。やばいやばいやばい。こっちで戦わなきゃいけないのか、俺は。なんで、あ、まあ、いや、これでいいや。やばい、ちょっとアクシー、あ、オッケー、入った。入った、オッケー。どうしようかな、ここ。願い事打って回復してんだよな、今。さっきのターン守るは使えてないのか。なんかね、飛び膝をね、ちょっとね、透かしたいんですよね。でも、イカ様当てときたいんだよな、ここら辺で。イカ様打ちます。これでいいと思う。飛び膝打ってくる。うわー、待てよ。今、守るだったな、完全に。当たらない、ラッキーすぎる、これは。よし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 。ありがたい。
で、これイカさんを打ちます。オッケー、ナイス。いいでしょう、これは。今一つだったけど、まあ相手の火力借りるんで結構ダメージ入りますね。ここね、多分ね、違う技を打つような気がする。さすがに、いや、守るでいいや。一旦守ります。おっしゃ、ありがとうございました。これが外役ブラッキーの力だ。リベロエスパーも勝てる。はい、ということで、ちょっとブラッキーね、使って対戦やってみたんですけど、いやー、このブラッキーとかドヒドイレの並びって、やっぱ受けポケモンだから、自分が戦っても嫌なんで、まあやっぱり強いですね、このブラッキーは。確かに強い。うん。また次の動画でお会いしたいと思います。ということで、本日もご視聴ありがとうございました。また見てね。